年始高連事件とは、日本年始工業組合連合会が、元経理課長による横領を告訴したのをきっかけに、明るみに出て、東京地方検察庁特別捜査部が1985年9月から翌年5月にかけて摘発した戦後日本の汚職事件。通称産業省幹部2名の収賄容疑を経て11人が、逮捕、うち7人と任意で、 事情聴取をされていた現職の国会議員2名を含む9名が起訴された。年始高連職員の横領事件捜査に橋を発し、首都不明金の解明を進めるうちに同公連のトップの横領、国家公務員や現職国会議員への贈収賄事件が芋づる式に発覚。現職国会議員である民社党の横手文雄衆議院議員と自民党の 稲村佐根史郎衆議院議員の在宅基礎へと発展した。政界寛解事件についての概要は、設備共同廃棄事業の廃止が規定路線となる中、不況にあえぐ繊維業界が同制度の維持を目論み、所管官庁である通産省の職員や政治家に献金、接待構成をかけていたことが発覚。 設備共同廃棄事業をめぐっては過剰設備を廃棄するために国がその設備を買い上げ続けていては設備を持っていることが利権となり設備の自然淘汰が進まないとの批判の声が上がっていた。年始高連関係者はそのような動きを封じ込めるため国会議員を利用し国会審議の場で通産省の担当者を問いただしたり通産省へ 直接的に圧力をかけることを期待して働きかけを行った。その結果、現職国家公務員2名と遺属議員2名が有罪判決を受けるに至った。構造的な不況に苦しむ年始業者を救済する目的で仮より祈祷の設備を国の補助で買い上げ過剰設備を破棄する事業が行われていた。共同廃棄事業の機械買い上げの条件は対象者が 産地組合の組合委員である中小企業者対象機械が通産省の登録済み事業に使用されているの3点であるところ首謀者の年始高連理事長らは年始高連が登録番号を管理していることを悪用し他の企業が廃棄あるいは倉庫に保管していた中古の機械に高連の管理していた空番号を付与しあたかも共同廃棄事業の対象機械であるかのように 偽装工作を行い融資金を採取した。このようなケース以外にも廃棄に際して外形など、機械のようにほとんど影響のない一部を破砕することで、立ち合い検査をすり抜け、その後組み立て直したりするなどして再生し、中古機械として販売したり、東南アジアや中国に不正に輸出するなどの違法行為が業界内で公然と行われていたことが明らかとなっている。 1985年、日本年始工業組合連合会で17億円にも、上る、首都不明金が発覚した。これが一連の年始高連事件の発端である。同組合は、同年8月5日付で、懲戒免職処分となっていた、同組合経理、業務課長を9月11日東京地検特捜部に、有印私文書偽造などで告訴し、12月3日、元課長は、 業務上横領などの疑いで、東京地検特捜部に逮捕された。逮捕の原因となったのは、株の信用取引に必要な委託保証金や、自身が在職中に設立し経営していたプロダクション、トムトムエンタープライズの経営資金とするために、1984年1月から4月の間に、6回にわたり、立期証拠債券1000万円券27枚、 計2億7000万円を横領し、組合に無断で証券会社に預けた疑い。その他、同公連の告訴によれば十数億円の被害があったとされる。年始公連が元課長を特捜部に告発した後、同課長は友人ら2名に真相を聞いてほしいと連絡をし、東京都港区の事務所で2日間にわたり、自分の犯行の一部始終を語った約4時間のテープを残している。 テープは9月中旬に録音したとされ、逮捕翌日の12月4日に、その存在が明らかとなった。同テープによると、その後、横領した資金で、競馬で金に困っていた神奈川県内の食品会社社長である知人に数回にわたり4500万円、あまりの貸し付けをしたり、都内の不動産会社社長に名刺の裏書き程度の借用書で4回にわたり、 1> 計1億8500万円の貸し付けを行っていたことも明らかになった。しかし、同テープによる証言と実際の使途不明金との間には乖離が大きく、元課長が他に横領した事実の有無、他にも横領に加担していた、あるいは独立して横領をしていたものの存在が捜査の焦点となった。年始高連元課長は逮捕の直前、上級友人に対し、 多額の口封じ金をもらったとの証言もしている。年始高連元課長が告訴されたことにより、年始高連理事長にも高連の資金、管理方法などについて事情聴取が行われるようになった。同理事長は1974年度高連の理事長に就任。もともとこの高連は、中小年始業者が集まっただけの業界団体に、 過ぎなかったが、彼が理事長に就任した頃から始まった設備共同廃棄事業が国策となり、後連は多額の資金を獲得できるようになった。こうして彼は年始業界のドンと言われるまでに影響力を強め、繊維族議員と親密な関係を築くようになっていった。この頃から、すでに与野党問わず多数の政治家に対した額の政治献金をし、 通産省の官僚たちに接待構成をかけていたと見られる。1985年10月に入り、年始高連元課長の横領とは別に、年始高連理事長ら高連幹部が高連の資金を使って、個人名義で株取引を行っていたことが発覚した。1978年から1979年頃にかけて高連の資金で株取引が行われるようになり、 理事長ら4人の幹部とその幹部のうちの一人の妻一人、そして元課長の口座に公連の資金を移し頻繁に売買を繰り返していた。加えて、公連の交際費から政治献金をしているとの疑惑も持ち上がった。政治献金疑惑は1985年10月23日の参議院決算委員会で取り上げられ、当時の島崎人志法相が献金を受けていた事実を認め、 また、公連を監督する通商産業省の生活産業局長が一連の株取引の事実を認めるに至った。なお、年始公連理事長らはこの株取引に関して個人名義で運用を行った方が便利。利益は公連に戻し損失が出た場合は個人で穴埋めをしていたと釈明した。事件発覚当初は一職員の多額横領事件とずさんな資金管理をしていた。 組織の問題に過ぎない事件だと見られていた。しかし、1986年2月になって事件は、思わぬ方向へと進み出した。2月13日、設備共同廃棄事業をめぐる融資詐欺事件で、年始高連理事長、前専務理事、石川県年始工業組合事務局長、同県で仮よりと加工圧線業者ら4人が、逮捕され、年始高連元課長が再逮捕された。 同日、東京地検特捜部は、東京の日本年始工業組合連合会の事務局をはじめ、年始高連理事長の経営する会社など全国20カ所を、大阪地検特捜部、金沢、神戸の4地検合同という異例の大婦人で、一斉に家宅捜索した。年始高連は、慢性的な構造不況を打開するために過剰な、 設備を買い上げ、業者の転配業を推し進める国の中小企業政策の一環として行われていた設備共同廃棄事業の買い上げ資金として中小企業事業団の定金利融資を受けていた。この買い上げ政策の対象は登録された年始機械に限られていたが、登録の権利と機械本体は別々に取引されていた。年始高連理事長らはここに目をつけ、 ステネ同然で取引されていた無登録の機械を買い集め、無関係な登録番号を付した書類を作成し、昭和57年度の中小企業事業団の融資金を採取することを計画実行した。まず仮より、糸の賃加工圧線業者が買い集めてきた無登録の機械や中国に輸出される。 機械合計13台九百9 7 5年当時の無関係な登録番号を付けた書類を作成。1982年に金沢市内の土建業者を取引業者に仕立て、融資受付窓口の商工組合中央金庫を通じて、この偽造書類を中小企業事業団に提出。翌1983年1月に融資金4億2000万円を採取した。 年始高連上無理事は、元課長の横領が明るみに出たため、通産省立地公害局工業再配置課課長らへの飲食代支払いの事実が発覚するのを恐れ、同課長を共謀していた六本木の飲食店経営者に、売りかけ帳などの帳簿改ざんを指示し、証拠隠滅を図った。しかし特捜部は不明金の一部が通産省元課長や、 中小企業庁指導部組織化組合券、調整係長への飲食代の支払いや接待に使われていた事実を突き止め、1986年3月26日、特捜部は、贈収賄容疑で、通産省元課長、中小企業庁元係長、年始高連常務理事らを逮捕。年始高連理事長、前専務理事も、贈賄容疑で再々逮捕した。 通産省元課長は、いわゆるキャリア官僚で、初代省、エネルギー対策室長、同課長として、省エネルギー政策に携わっていた経験があった。工業再配置課は、立地公外局ナンバー2のポストとも言われ、将来の局長候補と目されていた。中小企業庁元係長は、高校卒業後通産省に入省し、中小企業庁に転じた、ノンキャリア官僚だった。 通産省元課長は、年始高齢を監督する生活産業局、原料防災課長補佐次代在職中、などの便利を図った見返りとして、1982年7月から1985年8月までの間、75回にわたり、合計約350万円相当の飲食代を同高齢に支払わせていた。 中小企業庁元係長は1983年4月から1985年5月までの間以下の見返りとして22回にわたり計104万円相当の接待を受けていた。稲村、横手両代議士とも当初年始高連元役員らからの金銭の授受について否定する発言をしていた。稲村については後にその主張を撤回し、 一審判決が確定した。しかし、横手は受託収賄の権利、並びに、金銭の授受そのものを否定し続け、一審で、有罪、高訴審で、逆転無罪、最高裁で、破棄され、され審で、有罪、再び最高裁に上告し上告棄却の決定を、受け有罪が確定するに至る。横手裁判が、ここまで迷走したのは、 現金授受,受の事実認定という自宅収賄容疑の根幹に関わる事実認定をめぐって、それを裏付ける物的証拠がない中で、年始公連の元役員両人の証言について、信憑性をどう認定するかで判断が分かれたためだった。賄賂とされる現金は、年始公連の使途不明金の中から捻出され、現金の受け渡しも手渡しだったため物的な証拠、そのものが存在せず、 先意族だったとされる横手元大義士の国会質問等の間接的な証拠を除けば年始高連理事長前専務理事証言の信憑性いかがによって判決の奇数が決まる極めて不安定な裁判であった第一新東京地裁では両人の発言を証拠とし横手に有罪判決を下した有罪判決を受け横手は東京地裁の前で 報道陣に大使顔をしわくちゃにしながら無実であることを訴え、控訴した。そして第二新東京高裁は、横寺の国会質問などの間接証拠をそれほど重視せず、年始高麗元役員両人の発言の信憑性を正面から判断し、以下の理由で逆転無罪とした。そして検察側の上告を受けて、最高裁は年始高連理事長、 全専務理事業人が、検事の取り調べに迎合していた可能性という事実、認定は根拠が乏しく、誤りがあると指摘。年始公連側が、仮より期共同廃棄事業の早期実施を迫られていた、こと等の増倍の背景となっている事実や、横手の国会質問等の間接証拠と、年始公連理事長、全専務理事業人の供述証拠を、 総合的に判断した第一審と同じ手法で、両人の証言に信憑性があると判断し、両人の証言について再度審理するよう破棄され判決を下した。最高裁が証言につき、信憑性を認めたことで、事実、上横手の受託収案容疑の証拠は、基礎付けられることとなった。1986年の衆参同日選挙において、 横手大義士が所属していた民社党は大内敬吾書記長が落選するなど大敗を起死した。民社党は敗因について同じ保守政党である自民党による支持基盤の切り崩しや選挙前年の人事をめぐる党内構想により組織の引き締めが不十分であったことを直接的な原因であると分析していたものの塚本委員長自身が間接的であると断りつつも 年始高連事件に対する有権者の不信が選挙結果に影響したと語った。大内書記長落選についても横手大議士をかばって再三記者会見したのが響いたとの報道もあった。ありがとうございます。